ホンダが2024年9月27日に発売した新型系スーパーハイトワゴン N ボックスジョイは、アウトドア志向を取り入れたシリーズ初の SUV 風モデルです。この新モデルは人気の N ボックスシリーズに新たに追加されたタイプで、内外装ともにおしゃれでタフな印象を与えるデザインが特徴です。 初代 N ボックスは2011年に登場し、広い室内空間と使い勝手の良さが評価され、常にトップクラスの販売台数を誇っています。現在のモデルは2023年10月に発売された3代目で、親しみやすいデザインを踏襲しつつも、運転のしやすさや質感がさらに向上しています。また、 N-BOX スカスタムは高級感を強調したデザインで、引き続き提供されています。N-BOX JOY はシリーズ初のアウトドアスタイルを持つモデルで、エクステリアでは無塗装樹脂を使用したプロテクター形状の前後バンパーや、ドアロアガーニッシュなどが採用され、タフでアクティブな印象を与えます。ドアミラーやハンドル、 ホイールキャップなども、ブラックで統一され、全体にまとまりのあるデザインとなっています。フロントフェイスには、金属板をプレスしたような道具感のある新しいグリルが採用され、独自の模様とシルバーの加色が施されています。外装色は、ボタニカルグリーン、パールやデザートベージュ、パールなど、 トレンドのアースカラーが新たに設定され、アウトドアシーンに合うスタイルが特徴です。また、ホンダのエンブレムを、フロントグリルにあしらったアクティブフェイスパッケージも用意されています。インテリアは N ボックスシリーズと共通する部分もありますが、ベージュ系カラーや撥水加工を施したチェック柄のファブリックシートなど、 アウトドアでの使い勝手を考慮したデザインが採用されています。ラゲッジスペースはフロア高端を80ミリメートル高くしフラットな積載空間を確保。後席背もたれを倒すことで大型の荷物も安定して積むことができテールゲートを開けるとテラスのようにくつろげる仕様になっています。パワートレインは 自然吸気エンジンとターボエンジンの2タイプが用意され、いずれも FF と 4WD の駆動方式を選択可能です。さらに、全グレードでホンダセンシングが標準装備されており、渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロールや、車線維持支援機能など安全性も強化されています。N ボックスジョイの価格は、 税込みで184万4700円から226万500円となっています。